スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は鈴木みのえの Catch now。はい、えー、第四月曜日担当鈴木です。長吉つばさです。はい、どうも長吉さんどうですか。はい、もう解除されて、えー、まあ一ヶ月近く経ってますけど、なんかやったことあります？あのね。 ままだまだちょっと浮かれてはいけないなっていう思いがあるのでるっと遠出はまだしてないんですけど久しぶりに<お>あの近所にご飯食べに行ったりとかね外食ってちょっとバーに寄ってみたりとかやりますねバーそういうのはちょっと楽しみ始めましたね。いいですねやっぱり今まで家でこう作ったり買ってきて食べたりそういうのがずっと続いてたんで。はいはいはい まあ、そんぐらいですかね。どう <laughs> ぐらい。みんな、みんなも別に。どんぐらいじゃない、ね。いやいや、結局ね、まあ、前回もちょっとそのね、はい、話をしましたけど。やっぱりなんだかんだ言っても、外食が始まってるんですけど。うん、どうも二次会、三次会っていうところまで行ってないよ。そうですね。<で>うん、どんちゃん騒ぎはしない。どんちゃん騒ぎはないようですね。うん、でも、なんか忘年会も、なんか全社忘年会っていうのはなかなかないみたいな。 らしいですねということなんで、うん、なんかまだおとなしい東京って感じですけどねと、はい、いうことで、えー、ということでですね今日の今月のですか、はい、話題なんですけど実はですねちょっとこの間、えー、日経ビジネスさんの中にですねこんなタイトルが出ましたゆるブラック企業ね。どっちっていうねゆるいの ブラックなの？でこういう話になっていくるわけですが、えー、このゆるブラック企業中を読めば読むほどですね、ん？ん？ん？って疑問もいくつかありますので、うん、まあこれについてですね、ちょっと二人で話していきたいなと思っておる次第でございます。はい、えお付き合いのほどよろしくお願いいたします。あなたならどの視覚を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。 この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び鈴木みのりのキャッチ「Catch Now」 はい、えー、ということで早速始めていきたいんですけども、はい、えと実際ですね、2021年11月15日の号の日経ビジネスでございます,、えーとですね、ゆるブラック企業って何だろうかって話、うん、まあ一応これをですね、なんかこうマトリックスになってるんであので、ね、これちょっと見ていただければと思うんですが、えー、と要は縦軸に働きがいがあるかないかで、えー、横軸に働きやすさですね。で ここ最近で言えば働き方改革改革って言いましてですねやはり残業時間はないとあとはの何たらハラスメントがないとえいうようなところが一つかなりこう強調されたこの数年でしたですよね。で働きやすさをまあ企業としては求めていきましょうよっていうことでまあ何かいろんな社会的なあれもありますしあの要は法律もね変わってきちゃったりなんかしてるんでそうするとですねやっぱりえ昔のようにですね私がえ社会人成り立ての頃はですね 時時半からででですすね、ね、夜の11時まで仕事してです、ねうん、その後上司に連れられて夜中1時2時まで飲んでですね翌朝また8時半から働くっていう、まあ、あんな時代はもう今やないわけですし、うん、昔の人間はそんな元気だったんですね。<laughs> だからねあ,のあれありました、ね、リゲインっていうドリンク剤があって、はい、24時間戦えますかってね,ね<ー>そういうね三強のあれですよ。 あれもありましたね。私子供の頃あの五時から男のグローンさん、高田純二さんがやってました。そう、ね、そうそうそう。五時から働くって普通だったわけですよ。あでもあれは五時から遊ぶんだよな。 <laughs> リゲインはもうとにかく24時間戦えますか、うん、っていうことですそれはもうバブルの頃の話ですよね。はい、ということであの頃はそういう、まあ、我々がその本当に社会人1年目ぐらいの時ってはそういう話だったんですがもう今はそんなことと,とてもじゃないけどできないということでとにかくそのブラック企業っていうのはもうかなり、ね、出ましたですね要するにきついだけなんたらハラスメントが激しいお前何だったら死んじまえみたいなことがね まかり取ってたっていうのは、まあブラック企業だったとするならば。今は、そうではなくて、まあ働きやすい環境で、なんか上司も優しいっていうことで。これホワイト企業っていうふうに言っていたんですが、どうやら。ゆるブラック企業っていうのは出てきたってことですよ。で、このゆるぶ、ゆるブラック企業の定義は何かというと。働きやすいが力がつかない。っていうはい。<laughs> はい、あ、ちょっと怒り気味ですね。<laughs> もうすでに。えっと、えー。 楽ではないが、力がつく、うん、ハードワーク企業。働きやすく、力もつくホワイト企業。きついだけで、力がつかないブラック企業。働きやすいが、力がつかない、ゆるブラック企業。この四つに分類されてるわけです、ね。と、はい、いうことです。これがマトリックスになってる。ということなんですけど、まあ、記事を読めば読むほどですね。まあ、どうやら、そのブラック企業を脱却するため、に企業側はですね。とにかく残業するな、するなと。 とにかく仕事が終わ,りでもあ終わってなくても5時半には帰れということでやられてるわけですがどうもその、ね、夢を持ち新入社員入社したはいいけれども大手企業では自分の力がつく前にとにかくいいから時間取り帰れともうそれしかないんだとで上司からも何かこう指示をやられたら新しい仕事をやれと言われることも一切なくとにかくこの仕事だけやったら早く帰りなさいということがずっと続いてるわけですね。 それがゆるブラック企業ですか。そうなんです。それはゆるブラック企業っていうふうに定義しているわけなんですよね。それでも経営者としてはどうなんですか?うん。そう言うんじゃ。利益も上がらないんじゃないの人件費の無駄にならないんですか?。はい。どう、どうなんですか?いい。いいことをおっしゃっていただきました。はい。あの。企業側はですね。これは本当、まあ、ある意味で言うと、まあ、本当おっしゃる通りだなと思うんですけど。あの、このゆるブラック企業、多分、そのうち倒産するんですよ。 要するに決められたことを決められた定量で仕事して「はいさようなら」っていう会社はもう別に会社である必要はないんで、うん、そうですよね会社っていうのは何かっていうとやっぱり労働生産性新しい価値を作ろうっていううてのはやっぱり会社というしてのありようじゃないですかそれが、まあ、最初から決まってる仕事を最初から決まった量でた決まった時間内で収めるんだとこれはただの、まあ、パートの ね、集合体みたいになっちゃうんですよねそうすると特に中小企業はですよ中小企業で生産性を上げようと思ったらそれじゃあとてもじゃないけど会社は回らないです特に今のようにはコ,ロナコロナでですね時代世の中がバッと変わっていく時は経営者からも全ての社員が何か変えていかなきゃいけないんだっていう変革の時期ですからこの時に決められたことを決めた量で決めた時間でやってる人はですねまあこいつゃなんですけどあまり。 社員としてはなんか思うわけですよねでそれが、まあ、そういう人がたくさんいるのはゆる,ゆるブラック企業って言ってるらしいんで、まあ、そういう特に今大手企業の中でゆるブラック企業が増えていて、まあ、そこからどんどん若手がですね辞めていってると退職しているということで今逆に転職マーケットがこのゆるブラック企業から出ていこうとしているというのはこの記事の中での話だったわけですけどね。うん、ここのどうですかこれちょっと 経営者として聞きたいんでですすけどどこれどっちですか卵が先ですか鶏、はい、が先ですか要は会社の経営者だったり社則であったり、はい、そういったものがあるからうそういうマネジメント体制になりそういう社員が生まれいわゆるウルブラック企業になってしまうのかそれともうちにはこういうね 人が必要だと思っっっっててて、うん、そういういいい人たたちがいっぱい入ってきたからそういう組織になるのか<ー>いや私そんなちょっと残業とかって社会的にそういうのブラックですよねなんとかなんとかじゃないですかって権利を主張するようなね、まあ、ごもっともなんですけど、うんいや「ちょっとこうしてもらえないと困ります子供がいますんで、うん、えどんなこうの,のコロナ対策はこうですからあ、まあ、もうリモートじゃないと無理です」とかっていう人が増えたからゆるブラック企業になるの、うん、どっちどっちもあるああどっちもあると思います どっちもあると思いますだからもともとはそうでなくてみんなもう積極的に何か作っていこうとか新しいことチャレンジしようと思って入ってきた人が、まあ、例えば今回のコロナのいろんな問題によっていやもうそんなことより私はとにかく生活を守りたいんだとかいもうお金より命が大事ってよく言うじゃないですか、まあ、あの世界に突入している人たちもいなくはない実際に。でまあそういう人たちは実はゆるブラック企業の方がある意味いいですよね。うでもそうじゃなくていや あの俺はもっとチャレンジしたいんだよ新しいことやりたいんだよ時間なんて関係ないよいやも,うもっとやらせてくれっていう人たちはゆるブラック企業ではやっってられなくなくちゃうまあ起業したりもあるかもしれませんしんまあでもどうなんでしょうかね。このゆるブラック企業って 働きやすいいがが力がつかないっていう説明を見て思ったんですけど昔ねゆとり教育のことさんざん言われたじゃないですかゆとり世代とか言って差別があるとかありましたでゆとりのこと言ってるなっていう感じがそのままするんですけど私的にはどうです皆さん言い方表現が変わっただけで。面白いですねねそれ考え方、ね、うんだって競争しなくていいみんな個性があっていい。 人権やいろんなことだ、うん、からそうですね考えてみればそのゆるブラック企業の方が居心地がいい人が、まあ、いることも事実だとは思うんですよね。でそうするとあのでもねこれ学校と違うわけですよね教育とは違いますんでん企業ってある程度競争の中にいますからじゃあゆるブラック企業の中で、えー、経営者がずっとじゃあその社員を、まあ、かかいなんていうのかな まあ、養ってるっていうんじゃないんだけれど、まあ、ずっとその温室の中でずっと、えー、社員がずっといることでそのまま会社が存続せりゃいいんですけどねって僕なんか思っちゃうわけですよね。とてもじゃないけど今のご時世でそんなぬるま湯のまま進んでいってですね会社が続くとはちょっと思えないんですよね。ななのでゆるブラック企業は非常に危険なんじゃないかなっていうのも経営者としては思うんですけれどもね、うん、働く方はどうなんだろうなと思っちゃいますよね。さてここでクエスチョンおっと みのるさんの会社はどれでしょう。ああ、これ難しいね。誰か社員呼んできて、<laughs> あの話していただいてもいいです、ね。え、ご自身では何企業だと思ってます。うーん。いや、ゆるブラックではないけど、じゃあホワイトなんですかって言われたら。まあ、ホワイトに頑張ってるけど、<laughs> でもハードワーク企業ではないな。ああ、そうですか。楽ではないけど、力がつく。 うんだあでもそんなこと言うとみんなに怒られちゃうかなじゃあ御社は楽なんですね楽なのかなわかんないなでも楽でもないか楽でもない知らないですよ <laughs> 社長 <laughs> ねどうなんでしょうね知らないんですけどうん、うん、まあこういうね概念が生まれたわけじゃないですか、うん、こういうチャートなんかもできて、はい、はいはい これはねうちはゆルブラック企業だなんて思ってやってる人少ないと思うんですよ。ただこういうふうに読んでいくと、うん、あうちも当てはまるなとか、うん、こういうとこうちも危ないかもって感じじゃないですかね。多分ねうん、だからぜひねこれ自分の組織を見直すにはまあいいはりかもしれませんね。この記事の中で、ね、出てきてるのがその社員のやりがいっていう話が出てくるんですよね。はい でやっぱりそのとにかく時間だけに縛られて9時5時で働いてとにかく帰れって言われてたら自分がやろうと思っていること例えば力をつけたいっていうのは若手ですよねで新しいプロジェクトを任されたならやっぱそれを達成するためになんか時間関係なくやりたいなと思っていてもそれをやらせてもらえない環境っていうのは、まあ、ある意味で言うとやっぱり若い人には非常につらい環境でやる気のある人にしてみればすごく 辛いですよねでやりがいがあるかないかで言ったら僕はもう逆に若手だったらすすごくなな会社になっちゃいますよねでも、うん、そこでねかわいそうだなと思うのが冒頭にありましたけどみのりさんが会社に入りたての頃のような状況、うんうん、それってだってうんくれてくれた。くれた で、タクシー代とかも、まあ、その超遅くなったりとかしたら、あるんでしょう。ん、まあ、まあ、飲んでるとないんだけど、まあ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 、<laughs> まあ、まあ、本当に仕事遅くなるのは当然ね。だから、今、こういうガチガチのルールの中で、本当に。やる気っていうか、もう少しだけでいいから、プロジェクトのために頑張りたいって思ってる人は。家帰って、無料で残業してるわけでしょきっと。それなんですよね。それの方がブラックじゃん。そう。やった分、お金あげなきゃ。うん。 頑張ってやったんだから。うん、そう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 。と思う私は、うん。いやいや、その通りなんですよ。うん、だから隠れブラックも結構あるんじゃないか。 あーね、規則上は早く帰れるし、うん、優しいけれども、うん、やりたいことやってこう<る>生産性上げてこうと思うとそうそう家帰って仕事して,るとしてるっていう状態も、うん、意外に合うんじゃないかなだからそれを、まあ、ゆるブラックとは言えないかどうか分かんないですけどねなんかそれこそ本当ブラック企業なのかもしれないし結局成果が出なかったら給料上がらないっていうのは普通の会社のありようですから、うん、そう考えるとじゃあ成果を上げるためには、まあ、定時で帰れって言われたら。 終わらないから家持ち帰ってまあ時間、ね、残業の時間がつかない労働っていうのは実際にあるっていうのもよく聞く聞話なんでねただね私、うん、あの昔あの企業に勤めてたことがあるんですけどそういうふうに法律でもってバツッと切ってもらった方が幾分か経費削減になる超大手企業って多分いくつもあるんですよ。はは、うん、はいはい、はい ある程度の年とかになってくると、うん、残業1時間されたらものすごいお金払わなきゃいけないのくせしてもうなんか年が取ってきたからそこのポジションにいるんだけど別にそんな出世頭でもなく、うん、なだらだら仕事やってるといればいるだけお金もらえますからね。うん、でなってくるとちょっとやそっとなことじゃ解雇もできないし難しいし。 ってなってくるとそういう風うにいやルールですからもう今はこういう時代なんでって言った方がまあ削減できるっていうあれはあるんでしょうね。そうですね。だからきっと中小企業は中小企業の。 何千,年何千人以上いる会社はこういうふうのってもうちょっと細分化した方がいいのかもしれませんねルールなんかあ本当におっしゃる通りでやっぱりベンチャーでこれから何か新しいことを立ち上げようっていう会社の労働時間で縛るってこと自体がちょっとナンセンスなのかなっていう気もしますのでうもう少しちょっとこう規模によってとかもしくはあの業種によってとかあやりたいことによってとか。 あとは社員ののの意でですすよよね、うん、これがないんですよ今の日本の労働のシステムにやりたいっていう人が働けないっていうのがやっぱ一番問題だと思うんでいやりたい人はいいじゃないですか時間労働じゃなくても裁量労働にしてやりたい分やってもらってで成果が出たらその分ギャラもらえばいいじゃないっていうふうにした方が 圧倒的に分かりやすすいと思うんですよね、うん、で今すべての企業であのいわゆるその時間労働っていうことをやってるんですごくなんかこう古い考え,考え方なんですよねだからこれそうそう変えなきゃいけないんじゃないかなと思っているそんなんなで問題提起でありますということで <laughs>、はいえー、前半ちょっとね盛り上がっちゃったんで、うんえー、この辺で終わりたいと思うんですけどちょっと後半はですねまあ引き続き働き方についてねちょっと考えたいと思います。はい ロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています お客様に。廉価で楽しい時間と空間を。それが。メロワークスのモットーです。鈴木みのりの。catch now。 はいえー、ということで後半なんですけれども、えー、と長吉さんですね、まあ、長吉さんご自身も海外の生活、まあ、学生の時は海外にいらっしゃってでその後日本のまあ某大手、えー、金融機関の方に入社されて1年 ぐらいですか、はい、やられてたということもあって私なんかも最初に学校出てすぐにねリクルートに入って荒波に揉まれたわけですけれどももう本当にここ最近になって労働環境が大きく変わってきていると働く人の意識っていうのも随分今変わってきていると思うんですよ。で特にこの1年2年でコロナで在宅リモートワークっていうのも出てきて要はですね働く人の意識によって随分その労働生産性って変わっていくと思うんですよねでかつてはは日本は本当戦後にですね。 あのまあ、いわゆる、あのー、猛烈社員っていう感じでとにかく高度成長の日本をもう一回復活させるんだっていうことで一生懸命働いてた時代があったさっきちょっと冒頭出ましたけどもそういう時代から今ちょっとシフトを変えてですね緩やかに働こうよっていうのは何となく全体的にあるんですよねでそれ,それについてはこうどうかなまあテレワークなんかもそうなんですけど何となく自分のペースで 働いたらいいじゃないみたいな感じも今見受けられるんですけど。え、まず、一個気になるんですけど、うん、猛烈社員って何 <laughs> あ。そうですよね。猛烈社員。一億総活躍社会みたいなスローガンなの。何、流行語大賞なの。いや、なんとなくわかるよ。超頑張って働く。会社員ってことでしょう。 だ会社のためにみたいな感じで、はい、それこそあのねあのリゲインじゃないですけど、うん、もうあの自分の生活は会社と共にある仕事と共にあるっていう,もう家庭は顧みないみたいな、うん、そういう生活をするうビジネスマンのことを美徳とされてたっていう時代が<ー>結構長いですよねあれはだって戦後ほんと20戦争終わって昭和20年に終わってそこからすぐぐらいからそういう。 社会を復興させるんだっっってて言頑張って、うん、でそこから今度高度成長期って言って働けば働くほど収入が増えるっていう時代が来るからうん、うん、結果的に一生懸命働けば自分の所得が増えるっていう時代が結構長く続くんですよね、うん、昭和60年ぐらいまでだバブルが崩壊するところまでずっと続いていくわけですよ。でそうすると、まあ、働くのは結果的に自分のものになるんで働いたところのそのなんていうかな割がいいというか。うんうん 頑頑張張れば頑張るほどでもそのバブルが崩壊してまあ本当に暗黒のというか平坦な20年30年になっちゃってますけどそうするとどんなに頑張ったって結局給料変わらないじゃないみたいないう時代がやっぱ20年30年が続いちゃってるんでまあだったらほどほどで働いてほどほどで生きていけばいいよねっていう時代が結構続いてきてるんですねそうするとただ名越さんの,あの年齢で考えると大体もうそれぐらいの,あの、ね、物心ついてからずっと日本は高度成長期成長期はないですからね。 日本社よね,ね。ずっと不景気です、ね。不景気ですから。で、うん、そういう状態でずっと物心ついてから、はい、あの、生きてると。なんかがむしゃらに働くって。どうなのとかって思ってたりします。あんまり意味はないかなみたいな。その、あの、もちろんこれ個人差があると思うんですけど。うん、働くっていうことの定義によるとは、ちょっと思うんですよね。なる,なるほど、なるほど。その。 じゃあ、その働けば働くほど給料が上がった時代、会社にその忠誠を尽くすという時代っていうのは。働くってことは、その組織のためになることを。もう身も心も時間も全部捧げてやるのが働くだったんですよね。そうです、そうです。どちらかというと。組織に言われたことをやる。組織に望まれることをやる。そうです。そうです。ですよね。でも、本当は。 働くっていろんな意味があって、うん、お家で家族のために動いているお母さんも働いていると私は思うし。はい、あとはその芸術家さんたちもそれぞれの分野で働いてると思うんですね。が、その,その私は頑張って働きたいと思うのは。まあ、売れてないですけど、好きなことを職にしてるので、私は働きたいんですね。うんうん、だけど、そういう概念を持っている人間に個人事業主とか。 会社をや,やろうと思っている人間に A という企業で A という企業に骨をうずめる覚悟で A という企業の望む通りに働けと言われたらそういういい働き方ははですなのでこれはその「働く」という言葉がその個人にとってどういう意味を持っているかっていう問題になると思うんですけど。それはねね本当に素晴らしいい話だと思います、ね 本来で言うと人間が働くっていうのは何のために働くんだってことだと思うんですよね、うん、で今永吉さんおっしゃったみたいに自分の実現のために働くっていう考え方は当然あるわけであのどっちかというと経営者特にベンチャーで経営者やる人って結構そういう人多いと思うんですよ最初本当に自分がやりたいこととか ここういういい社社会会をを作りたいんだと思って会社を起こしでそれは結果的に自分がやれ,やればやるほどこの会社が大きくなればなるほど自分の思う世界ができるはずだっていうところも思っているでそれは大小あるかもしれないですけど例えば女優さんとしてやることだって自分の望む世界で自分の望むような形になるじゃないですか,だからそのために努力することは意図がないですよね,多分ね、うん、でもおっしゃったとおり A 社のために自分の全てを捧げる。 家庭もすべて捧げるっていう考え方は、やっぱり今には合わないと思うんですよ。<laughs> 今には合わないし、それを。に見合うだけの力を持った企業がもう多分ほぼ日本にはないんじゃないかと思うんですよ。ああ、厳しい言葉ですね。だって昔は、今よりも子沢山だったじゃない。三、ね、人兄弟、四人兄弟、まあ、はい、いた時代で。うん、で、お母さん専業主婦っていうお家多かったと思うんですけど、猛烈、はい、社員という言葉があった時代というのは、それは。 旦那さんがむっちゃくちゃ働くから奥さんは家に集中して家を守る人もいないといけないからで子育てをやるっていうまあ昭和のよく想像しがちな一家の像があったと思うんですけどあのね男女雇用機会均等法ってででできたでしょでその辺からまた意識も変わったのかもですけど女性も社会に出て働けるようになったことはとてもいいことだとは思うんですけど。 家事もやって育児もやって仕事もやっては無理じゃんそれは無理ですよでもそうなってるじゃない今今そうなってますねなんでって旦那の稼ぎだけだったら子供3人養えない、うん、自分の家は買えない、うん、でね最近本当あ日本 貧乏人だらけだなって思うんだけどあのねフルーツを高くて買わないって言うんですよ友達の主婦が30代のフルーツが高くて買わないんですか買わない別に買おうと思ったら買えるんだけどもったいないとだったら安い野菜と豆腐をか買ったらおかずにもなる、うん、夕飯にもなるし朝食にも使えるけど、うん、果物ってデザートだからそうか。 高いとそれが高いと高いで確かに都心のスーパーは安くないんですうん、うん、でも果物1個買うのを高いっていう国ってむちゃむちゃ貧乏ですよねでも彼女だけじゃないそう、ね、他にもいるそうです一人暮らしの友達もそういう果物って高いよねって一人暮らしでもそう言っちゃうんだいう これがやっぱり日本の一番の問題なのかもしれないですよね。だからね、日本は貧乏になったっていう結論ですよね。もう <laughs> 本当に。だからその貧乏になった原因がね、うんうん、結局その一生懸命働かないから貧乏になったではないと思うんですよね。うん、構造的な問題だと思うんですよ。うん、だから本当にこの30年間っていうものをあの初任給ってほとんど変わってないんですよね。 ほらおかしいんですよ物価は変わってるそうなんですよで物価も実はね日本ってあんまり上がってないんだけど海外を見ると爆上がりしてるわけですよね、うん、でそうすると日本人が海外行くとなんでこんなもの高いんだってなるんですけど実は30年前で言うと日本の方が物価高かったんですよね、うん、でそう考えると今本当におっしゃる通りで日本は世界に比べるとやっぱり貧乏になってるんですよだ収入は減ってるんですよねでそれはねじゃあなんでなのっていう話なんですけどじゃあ企業がお金給料払ってないんじゃないかって ということになるんですけどでもそうすると企業も収入が多ければ当然払いますよね、うん、でもそれだけ売上が上がってないという状況もあるわけですよじゃあ売上なんで上がらないのそうすると新しい事業があの産業が生まれてないであるとか例えばその あの儲かった企業はどんどん税金取られるってなったらやっぱりね企業としても取られないようにするだったら普通のそれこそゆるブラック企業で平坦なね事業展開していった方がいいじゃないっていうことで要はその成長っていうものに対して経営者は非常になんかあまりこう欲がなくなってきてるんじゃないかなっていう気もしてるんですよ。とそれはねちょっとで造的な問題であってるんですよ。まあ、政治がどうこうとあうりもしてないですけどどうにもこうにも何か全体的な閉塞感が日本では、ね、ものすごく感じちゃうんですよね。ね だからもう給料が上がっていないあの会社も売り上げがそんなに世界的なランキングで見たって日本の企業って全然今下ですよ、うん、昔だったらソニーとかね東芝なんて結構上だったけど今も,も下の下じゃないですかでそういうことで言うとやっぱりねもっと構造的な問題があるから大きくここで変えていかないと日本はこう本,当に本当に世界的に貧乏な国になっちゃうんじゃないかと思いますけど、うん、結局その働き方の問題を語る上で、うん、そこってやっぱり。 突き詰めていくとやっぱそこにぶち当たりますよね。ね日本が貧乏だってことにやっぱぶち当たるんですよ、ね。なるほど。じゃあ今日のテーマは日本は貧乏なんじゃないかってこと。そうですね。<laughs> タイトルコールで言うべきでした <laughs> あのゆるブラックじゃなかったらしいです、うん、すいません <laughs> 日本は貧乏だっていう話でしたそうですね <laughs> 今あのこれをねご覧になられてる経営者の皆さんそう言われてなんだとって思うかもしれないですけど<や>実際に私も思いますよ本当,本当に貧乏,貧乏だと思いますよね<う>、うん、日本貧乏だし 何かを作り出そうとか誰かに勝とうっていうような教育をしてないからうんこの民貌を脱却する爆発力のある人材を生み出せあの体制として、ね、それは出てくる若い目はどんどん出てくるけどうんなんかそうですねだから昔のソニーを作ったね森田さんのような人たちが。 もう一回出てくるまあ、まあ、でも、それは我々にも問われていることだと思うんですよね。経営者として。そういう爆発力のあるようなね。うん、仕事の仕方、事業の展開の仕方というのが。やっぱ弱いんじゃないかと。いうのは。やっぱりわれもちょっと痛い言葉だと思うんですよね。なんか、今、うまいこと、日本は貧乏だっていうのを隠されてるからかもしれない。うん、あの、うん、バンバン、人が飢えて死んじゃう、寒さに凍えて。家がなくて、死んじゃうような。 関東大震災の後世界恐慌の後のようなねもう闇市をあの裏社会の人が牛耳らないとどうに向こうにもまとまらないぐらいもう食わなきゃ死ぬっていうぐらいになって初めてギラつくのかもねあ<ー>まだビンゴって言いながら食べれるもんあまあまあ食べれるしね、うん、全然ね まあ、でも、そこまで落ちるとなると、本当そこから復活するのねいや。いや、嫌、嫌なんですけど。<laughs> いや、嫌ですよ。嫌、ね、なんですけど、うん、でも、そこから成長を見せたのが高度経済成長期でしょうん。みんなで頑張ったわけでしょでで貧しいのが嫌で。そうですね。まあ。 まあそれぐらいちょっとドラスティックな展開がないと難しいのかなという気もしますが、うんまあ、でも今回のこの話非常に面白かったですね「<laughs> はい、ゆるブラック金属」という新しい概念が出てきてそうですねそれでじゃあいいのっていうそういう、ね、ぬるま湯な感じの。<laughs> ゆでがえる状態でずっとこうねなんかそのうち死んじゃうんだっていうね、うん、ゆでがえるっていう話ですけどもまあ,あの本当そういう企業も働き方もそういうゆでがえるの状態になってしまうとですねやはり成長どころかもうみんなで一緒になって死んでっちゃうっていうですねやはりそこでやっぱりハードに仕事してでも伸びていく会社であるとかやっぱりその働き方だけを考えるんだったらそういうねそういう会社があってもいいですよね。本当平均的な給、ね、もう 時間も何もかも全て平均みたいな会社があってもいいのかもしれないですけどそこは生産性はあまりないかもしれないけど <laughs> 給料もそんな高くないかもしれないけどそういう会社とがっと働いて生産性を上げる会社と、まあ、あってもいいのかなという気もしますけどね。というわけで今回は「はい、貧乏な日本のゆるブラック事業」という概念をご紹介いたしました。<laughs> ということで、えーはい、いいんだか悪い,いんだか、まあ、クレーム出そうな気もしますけど、えー、以上でございます。どううもありがとうございました 日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできるひと品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ鈴木みのりの「Catch Now」 はい、ということですね。今回のキャッチナオ、社会的な話だ。社会派、社会派でした。社会派キャッチナオでした。ということですね。ところが、じゃあ12月はどうなるかというと、永吉さん。皆さんお待ちかね、またあのランキングをやります。そうですね。またあのニケムジェさんにお世話になるというですね。はい。あの会になるという。誰よりも楽しみにしてます。私あのランキングを見ながら、あーだこうというのがもう楽しみですかね。いや、そ今回はね、本当面白い。 楽しみですよだって、ね、ほとんどコロナ禍だったわけですからす、ね、10月までこれどういうランキングが出るのかねいやまたねあの数年前にランキング入りしてました、はい、覚えてます、はい、ケツゲトリマー、ね、<laughs> またああいう家庭用の脱毛剤が入ってたら<ー>入ってんじゃないかなって私ちょっと思ってるんですよ。ななるほどなるほほどど家庭だからね やっぱりみんな家にいる間におうち美容っていう言葉結構はやったんですけどうんうん、うん、なるほどあのマスクしてるじゃないですかで人に見られない、うん、み露出が減ったうちにほくろ取っちゃおうとかはははいはいはい、はい、ほくろねなんかしちゃおうとかちょっといじっちゃおうとかあったんできます 脱毛もそのうちの一つなんですけどサロンに行くと感染の危険性もあると踏んだ人たちは、うん、結構高級な脱毛器を家で買ってで自分でやるっていうのも結構流行ってたみたいなんですね。だからそれがまた根を血液取り場みたいなのが出てないかなーって思 <laughs> うの、ん、楽しみにしてます、うん、なるもいたい。<laughs> いやいや 違う。誰が喜ぶんですか。誰が喜ぶんだっていうことですね<れ>。えー、セクハラですよそ <laughs> そうですそ、ね、その会社ね。<laughs> ということで、えー、来月はそのようななんかねランキングでいきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう,んようまた。